なの。ママ。今から病院行きますよ。うん、大丈夫ですか？入院するかもしれない。もう入院怖くなくなった？ちょっと怖い。ちょっと怖いか。でママが一緒だから。今日じゃあしっかり先生のお話聞こうね。出発します。ママ安全運転でお願い。了解しました。緊張する？うん。うん。ママ携帯見てて。今日は検査の結果を聞きに来たから、ちょっとしっかりお話聞こうね一緒に。なんで怒ってんの？だってそう。頑張ったね。うん。待ってる間何してたの？こういうの。あ、可愛いね。ほら、病院いいとこでしょ。うん、鼻もすっきりしたし、お耳もすっきりしたし、塗り絵までできて。さっきのさ、先生の検査どうだった？え、ちょっと怖かった。怖かった。何が怖かった？あの耳。耳？耳でもすっきりしたでしょ。ね、痛いって言ってたけどさ、本当は痛くなかったでしょ。ちょっと痛かった。痛かった？鼻は泣かなかったね。耳泣いたのに鼻はなんで泣かなかったの？ちょっと怖かったから。ママ、ほら早くさ。うんうん。お菓子買いに行こうよ。今ね、先生が大事な書類をまとめてくれてるから、書類もらったら買いに行こう。まあちゃんと座って待ってて。ママ、結果はどうだった？ママの結果はやっぱり喉のね、奥の扁桃腺っていうのが大きいの。それがあると邪魔でね、いつもね、ばい菌がちゃんとね出てかないんだって。それでよく風邪ひいたり、鼻水がいっぱい出たり、中耳炎になったりするから、それを切った方がいいんだって。おっきいからちっちゃくした方がいいんだって。どうやって切るの？それはね、手術するの。怖い。大丈夫。手術はお薬を注射すると、ファンは眠くなってねんねしてる間に先生が全部やってくれるから、手術中は怖くないよ。ママ、だけどさ、入院？そう、入院にはなる。今日はな、ママと入院するから大丈夫。お家に帰りたいの？もうママとお泊まりだよ。うん。見て、病院はね、入院するとご飯が全部出るの。給食が3回もあるってこと。どう？楽しそうじゃない？マンは小児科に入院するから、みんなマンと同じちっちゃい子が入院するところだから、もしかしたらお友達もできるんじゃない？でママもずっと一緒なの。ずっと病院にいる。そうそう、ママもずっと病院に一緒にお泊まりだから、ママ一人じゃないの。だから安心して入院して、早く治して元気に過ごそう。もう今ね、ずっとね、声がね、ちょっとね、変なの。いつもね、鼻声なの。もっとはっきり喋れるようになった方がいいし、お歌ももっと上手に歌えるかもしれないよ。うん、あのね、同性発生の時もね、うん、止まっちゃうんだよ。何が止まっちゃうの？ルル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 、止まらないんだけど、うん、新しい突然発生が止まっちゃうの。うん、どうして止まっちゃうの？ママがさっき言ったせいので。ああ、扁桃腺で喉になんか詰まってる感じがする。うん、出しにくいよね。ね、良くなるといいね、それも。ちょっと怖いだけど。そうだよね、初めてだからね、初めてのことってママも怖いんだけど。ね、ママ、ここ終わったらさ、もうお菓子買ってよ。分かった分かった、頑張ったからね、お菓子買いに行こう。うん、先生が大事な書類まとめてくれてるから、もうちょっと待ってて。それが終わったらさ、おやつ食べたら、うん、手術？うん、今日はまだ手術しない。手術ね、準備があるから、うちがお休みになったら手術するから、春休み。今日はお家帰る？そうそう、今日は帰る。今日すぐそのまま入院かと思っちゃった。今度の話？そうそう、今度の話。ママ、まだ？いろいろ準備しなきゃいけないのね。もうちょっとだよ。ねえ、そういえば顎見せて。どう？もう痛くない？うん、触るとちょっと痛い。触るとちょっと痛い。だったらさ、お風呂入ったら薬塗ろうね。おいしい？うん、うん、ママにも1個あげるけど。ありがとう、優しい。今9個目。え、さっき9個目じゃなかった？あ、10個目だ。あ、お疲れ様。終わったよ。うん、どうしたの？なんかやりたい。なんかって何？携帯見たい。携帯、もう帰る時間だよ。何にもやってない。え、塗り絵やったじゃん。塗り絵やっ何にもやってない。検査したでしょ、先生とお話ししたし。帰るよ、もう。だけどさ、今度やりたいの。何をやりたいの？さ、ママの携帯見たいし。それお家帰ってからもできるやつだよ。いや。何？おやつも食べたし、今日さ、特別なおやつだったよ。うん。いつもとさ、違ったでしょ？なんでかわかる？分かってるでしょ？だってさ、病院頑張ったから。そうだよ。だからちゃんとママが病院頑張ったから、ママさ、いつもと違うさ、特別なおやつにしたよ。うん。もう、塗りやって、うん、この後は、先生とお話ししてもさ、何にもできない。ごめんね、今日タブレット忘れちゃったから、入院するときはちゃんとタブレット持ってこうね。でも今日、スタジオの塗り絵とおやつ。そうだけど。いいですか？うん。ね、今日病院よく頑張りました。帰ったらさ、うん、パパにどうだったかちゃんとお話ししてくれる？うん、パパも心配してくれてるから、ママ説明できる？パパに。ママ？パパにさ、説明できる？うん、できない？今日ママがさっきさ、ママに教えたじゃん。忘れちゃった？分かるところは自分で言って。で、あとは足りないところはママがパパに言うから。はい、じゃあもう車乗ってください。ママ、なんかやりたくて。ママ、お家に帰ったらさ、ピアニーやっていい？うん、時間があったらね。ね。ママ、どうしたの？どうしたの？ママ、なんで泣くの？どうしたの？なんで泣いてるのか教えて。病院で何にもできなかった。うん、呼ばれる前何にもできなかった。すぐ呼ばれちゃったんでね。ママ。頑張れー。あ、手伝ってんの優しい。あ、パパまだ報告聞いてないよ。うん、ここのとこに、うん、あえ、今日ね、見てもらったんだよね。あ、そうなの？それよりもここの方が気になるけど。あなた、ここどうしたの？幼稚園で転んだんでしょ？痛い痛い。だって何やってんだか。それで病院どうだった？それで耳掃除してる時さ、めっちゃ泣いた。泣いたの？今回の症状とは関係ない。耳掃除で。それでそれだけ？こうやってビビビるだけ。鼻吸う、鼻吸う。あ、鼻も吸ったの？鼻吸ってる時どうだったんだっけ？全然泣くなかった。そう、漢方がすごい効いたからすごい良くなってて、鼻もちょっとだけ吸ったんだよね。あ、じゃあ良くなったってこと？うん、すごい良くなった。じゃあ手術はどうだったんだっけ？入院するって。結局入院か。入院何日間？5日間かな。5日間。長っ。大丈夫？意外となんかその割にはなんか落ち込んでないじゃん。ちょっと嫌だって言ったんだけどね、ママも一緒にって言ったらなんか大丈夫になったみたい。なんかママ5日間いなくなっちゃうって。意外とドライだな。あ、なんか来たぞ、なんか来たぞ。ちょっと手伝ってあげる。じゃあ入院頑張れそう。ね、お友達とかできるといいね。ほら、俺はこの2人を5日間面倒見ていきたいので、うん、頼む。まあ大丈夫でしょう。お前を頑張ってね、入院。入院頑張る。ね、頼もしい。頑張らない。頑張ってー。何笑ってんだよ、お前も大変だぞ。痛い痛い痛い。毎日給食。食べ物が気になってるね。頑張らない。そうそう、それもあるかもしれない。頑張らない。